モニッコ初級講座始まるにゃ。こんにちは、モニッコです。今回はですね、最近私がお気に入りの iPad 用の 3D アプリノマドスカルプトについてご紹介してみたいと思います。私はもともと iPad はですね、イラストなどを描くためにという感じで購入したんですけれども、まさか iPad でですね、本格的な 3D のしかもスカルプトができるとは思っていませんでした。このノマドスカルプトなんですけれども、一言で言ってしまうと iPad 版の Z ブラシ、そんな感じのアプリケーションです。今回はですね、このアプリの概要、おすすめポイント、そして、Z ブラシとの比較みたいな部分ですね。こちらを簡単にご紹介してみたいと思います。さあ、まずおすすめポイントなんですけれども、一つ目はですね、iPad だけで本格的なスカルプトのモデリングができるということですね。いわゆる、こう、粘土を引っ張ったり、彫刻をしたりみたいなですね、そういった、立体造形ができるということですね。そして、二つ目はですね、いわゆる G ブラシに近い、G ブラシに迫る高性能である。で、もちろん、及ばない点は多いと思うんですけれども、この iPad というですね、かなり限られたこの環境の中で、ここまでできるというのはすごいなという、これは率直な感想です。そして三つ目、この価格がですね、非常に安い。買い取りなんですけれども、1900円ですね。片や本家の G ブラシに関しては、これ11万3000円ですよね。だいたい60分の1ぐらいの価格なんですね。で、しかも、これ一回買ってしまうとですね、アップデートなどもそのまま無料で受け取れますし、iPad アプリは、皆さんご存知だと思いますけどもね、自分の Apple ID の iPad であれば、何台ででもですね、使えますので、この辺もすごくいいなと思います。そして四つ目。これがですね、意外というかですね、とにかく安定性がいいんですね。更新なども非常にですね、頻繁に行われて、バグなんかもかなり解消されたりするのが早いんですね。で、簡単ですけど、この4つが私のおすすめポイントです。3D アプリというとですね、長くやってる方だとわかると思うんですけれども、頻繁に落ちたりとかですね、そういう不安定な部分って多いと思うんですけれども、このノマドスカルプトに関してはですね、非常にとにかく安定性がいいという、これは本当におすすめのポイントであります。ではですね、次に、本家 G ブラシとの比較ですね。まずこのノマドスカルプトが優れている部分、こちらをお伝えします。一つはすごくシンプルで洗練された操作パネルということですね。これ入門者とかも非常に取り組みやすいという、そんな感じなんですね。で、パネルとかもシンプルなので非常に覚えやすいです。 G ブラシやってる方だとわかると思うんですけれどもね、最初とにかく入りづらいですよね。こう独特のルールみたいのが非常に多いので、そういった部分がこうとっつきにくいというのがあると思うんですけども、このノマドスクリプトですね、本当にあの操作パネル覚えやすいんですね。この辺はですね、 iPad の中で操作するという部分でですね、非常によく考えられているなと思います。で、二つ目ですけれども、これ基本のですね、プリミティブ、いわゆる基本となる形状の種類が豊富なんですね。この基本形状を組み合わせるだけで結構簡単にいろんなオブジェクトができるというところはおすすめですね。 G ブラシ始める部分ってちょっと独特のルールがあってですね、慣れてしまうとですね、いいんですけれども、その辺がちょっと入りにくいなって思ってる人も多いんじゃないかなと思います。で、このノマドスカルプトはよく使うであろう基本の形状が非常にたくさん入っています。で、それぞれも初期段階でちょっとした調整ができますのでね、そういった部分も非常に便利だなと思います。そして三つ目ですね。これは一般的な 3D ソフトをやってる人がこちらにですね、こう移行というか併用する場合なんかも非常にその経験が役立つという部分ですね。G ブラシが経験役立たないかというとそういうわけではないんですけれども、一つ一つのですね、操作の呼び方が変わってたりとかですね、独自のルールがとにかく多いというのが、他の 3D ソフトやってる方がですね、いきなり G ブラシ使った時に非常につまずくポイントだと思うんですね。で、そういった部分がこのノマドスカルプトは非常に少ないと思います。割と他で使ってる用語なんてもそのまま使えたりしますのでね、そういった部分もこうとっつきやすいという部分にはなってると思います。で、四つ目なんですけれども、iPad のペンのこの
このリアルタイム感ですね、この素早い反応というのが非常に活かせます。この辺はパソコンの中でタブレットを使ったりするよりもですね、はるかにこう反応早いですからね。そして筆圧などにもこうちゃんと追従してきますのでね、この辺はすごく使いやすいなと思います。で、5つ目なんですけれども、とにかく場所を選ばずに作業ができるということですね。で、私外に持ち歩くときは、外でですね作業するときは iPad mini などでもやってますけれども、 iPad mini でもですね、本格的なすごい大きなプロジェクトは作れませんけれども、一つ一つのもうちょっとした部品などはですね、十分 iPad mini でも作れます。ですから、出歩いてる環境で 3D が作れるなんてね、今まで考えもしなかったですけれども、そういった部分が現実になっているというのが、このノバタスカルプトの非常に、まあ、おすすめポイントでありますね。では次に G ブラシと比較して弱い部分ですね。これは一つはブラシの種類がやっぱり少ないなという感じですね。G ブラシ非常に便利なブラシがたくさん入ってますけれども、このノバタスカルプトはその G ブラシに対してかなり基本的なブラシしか入ってないという部分ですね。まあそれでも十分な造形はできるんですけれどもね。まあそういった部分がまだこれからかなという感じはします。で、二つ目がですね、ローポリゴン編集ができないという部分ですね。これいわゆるですね、ポリゴン単位、頂点単位やエッジ単位などですね、モデリングができないという部分ですね。まあ正確に言うとできないわけではないんですけれども、やはりスカルプトに特化しているという部分がありますので、そういったちょっとローポリの扱いが、まあいまいちかなという部分はあります。そして三つ目ですね、テクスチャーのマップなどのですね、書き出しができないということですね。頂点ペイントはついているんですけれども、それをテクスチャーの UV マップなどにですね、焼き付けるということはできません。なんですけれども、最近のアップデートでですね、このプロクリエイトとの連携ができるようになりましたので、プロクリエイトに持っていってですね、プロクリエイトの方で UV のテクスチャーペイントやって、そしてノマドスクリプトに戻すことができますのでね、この辺は両方持っている人ですとね、そういった部分は実現できます。そして4つ目。これは他のアプリケーションへの書き出しが弱いということですね。これ書き出しが今3種類しかありませんので、まあそのうちの、まあ、2つはこう 3D プリントなどという感じの要素が強いのでですね、まあ他のアプリケーションとの連携という部分はまだまだかなという感じはします。で、5つ目なんですけれども、これは iPad のですね、こう機種によって作れるですね、プロジェクトの規模というのが制限されてしまうという部分はあると思います。やっぱり iPad のエントリーモデルとかでですとね、十分使えるんですけれども、ちょっと大規模なプロジェクトはメモリーの関係で作れないという感じはあります。できればこう M1 の iPad みたいな、iPad Pro ですね、M1 の iPad Pro のような、そういったちょっとメモリー量などが多い iPad を使っていただくのがいいかなと思います。そして6つ目ですね、これはまだ日本語に未対応という部分ですね。この辺はちょっと慣れないとやっぱり使いにくいかなというのはあると思います。そして7つ目なんですけれども、これはですね、一つ一つの機能に対しての拡張性がちょっと低いなというのはあると思います。これは本家 G ブラシにはやっぱりかなり少ないなという部分はあると思いますね。さあ、それではですね、次はこのノバタスカルプトに実装されている機能について触れてみたいと思います。まず一つ目はマルチレゾリューションですね。これが、まあ、最大で5段階設定できます。いわゆる、まあ、Gブラシなんかでもですね、ローポリで大雑把なモデリングして、そして、まあ、ハイポリゴンにして細かな造形を作るという、まあ、これの行き来が自由にできるという部分ですね。これが搭載されています。そして次がリメッシュですね。これも搭載されています。ですから、まあ、乱れてしまったですね、メッシュのトポロジーをですね、綺麗に直してくれます。そしてもちろん解像度の変更ですね。こういったものも同時に行うことができます。そして3つ目ですね。ブーリアンモデリングが、まあ、標準で搭載されているので、いろいろな立体形状の組み合わせでですね、素早く目的に近いものがですね、作ることができます。ただし、G ブラシのようなですね、ライブブーリアンという機能は搭載されていませんので、もう合体させたり、引き算をしたりというそういう結果が直接出てしまうという感じにはなります。そして4つ目ですね。これは、すごくいいなという部分なんですけれども、チューブモデリングがついているということですね。これは造形に非常に使いやすいです。で、そのチューブモデリングも途中のですね、太さを細かく調整がしたりですね、そういったこともできますので、非常に幅広い応用ができます。
さあ続いて5つ目がろくろモデリングですね。でこれは回転体のですね、一辺を描いて回転させるというあのモデリングなんですけれどもね、こういったものも搭載されています。そして6つ目がですね、 PBR のレンダリングですね。でこれ物理ベースのレンダリングができますので、画像として保存する際もですね、こうかなり写実性のある立体が作れるという部分ですね。このノマダスクリプト一つです、造形から完成まで持っていくことができるという部分は非常に強いと思います。さあ7つ目は、これは頂点ペイントがついているという部分ですね。着色がですね、このノマダスクリプト内で簡単に行うことができます。ただこれ UV のマップでのですね、テクチャーペイントは搭載されていません。さあ続いて8つ目が UV 展開ができる。これは場所を指定してというのはまだできませんけれども、自動で UV 展開ができます。そして9つ目ですね、形状やペイントに対するですね、レイヤーというものが搭載されています。ですから元の形状をですね、データを残しながら他の変形をですね、レイヤーとして加えるということができますので、レイヤーとですね、元の形状を最終的に合体させることもできますし、スライダーによってですね、その中間的な値を作ることもできます。さあそしてですね、10個目が、入出力ですね。これが、GLTF と OBJ、STL の入出力ができます。そして11個目がマスクの機能ですね。でこれも G ブラシと同じようにですね、本格的なマスク、自分でペイントのように塗るマスクであったりとかですね、固形のマスクとかですね、そういったものもできます。そして最後12個目がですね、充実しているシンメトリー機能ですね。これも面対称や、そして、点対称ですね、軸対称の、対称などですね、様々なシンメトリーが使えます。非常にこれでモデリングの幅も広がると思います。以上がですね、ノマダスカルプトについてのご紹介になります。今後ですね、使い方についての解説動画などもかなり細かくやっていこうと思いますので、ぜひ期待していただければと思います。今回はここまでとなります。終わりだにゃー。